皆様おはようございます。代表理事をしております田中でございます。この度は台風の最中たくさん来ていただきましてありがとうございます。2年前に、この会を発足させましてですね、約2年が経過し第3回の総会を迎えることができましたのも、いろんな先生方それからスタッフの方々のご協力があっての賜物だと思っております。私は、この2年間ですね、いろんな試行錯誤しながらやっとちょっと形になってきたかなと思っておりまして、この治療が、皆様方の病気で困っておられる方の一つでもお役に立てればなと思って、勉強を続けております。まずですね、この今日来られてる方のですね、7割ぐらいは一般の方だということですので、まず難しい話するよりも腸内環境の話をちょっとさせていただいたら方がいいかなと思いまして、急遽今朝思いつきましてちょっとさせていただくようにしました。腸内環境の重要性ということです。悪玉菌とか善玉菌とか日和見菌とかもう区別してますけども、私たちはそういう区別は絶対しないんですね。全て必要があって生息していると、全ての、生き物は、一緒に共存しながらいいものをこの一人一人の体にとってですね、必要なものを出しているということなんですね。この体を個人個人を保つために、生かすためにですね、腸内細菌が頑張ってくれてるわけですね。自分が死んでしまうと腸内細菌も生きれないわけですからね。これはいつも私セミナーでいつも出してるんですけど、結果としての病気、これは、結果としての病気はですね、この今の治療というのはほとんど臨床症状が検査異常とかいうことで、例えばコレステロールが高いからこの薬出そうと、あるいは高血圧やから血圧の下げる薬出そうというようなところでとどまってるんですね。だからいつまでたっても一生飲み続けやらいかんとかですね、そういうことになってくるわけです。それをですね、こういう栄養とか化学物質、放射性物質、重金属、そういうような原因があってこういう結果が起こっていると、検査値の異常から病気が起こっているということにたどり着かない限りは根本的な治療になりませんよということなんですね。その原因としてはですね、ここの農薬とか食品添加物とか重金属とか水の問題とか化学物質とか遺伝子組み換え食品とかいろいろありますけども、こういう毒を入れない、あるいは入ったら解毒すると、あるいは食事とかによって栄養のバランス、ビタミン、ミネラル、食物繊維をしっかりとる、体に必要なものを入れるということが大切ですね。この2つを同時にやってくれるのはこの腸内フローラなんですね。解毒、あるいはこういうビタミンを作り出してくれるということなんです。腸内フローラというのはこういうお花畑みたいになっている腸内細菌層が、腸管の外側におるということですね。で、私はこれいつも言うてるんですけども、全ての動物あるいは生物はですね、共生していると。で、人間は単独では生きられない、こういう馬、海洋生物、蜂、犬、微生物、そういうものが共存する、このバランスを崩すことによって問題がいろいろ起こってくるということなんですね。私、こういうミツバチの日本ミツバチですけども、これの増やすというか、そういうような協力をやってるんですけども、こういうミツバチもですね、こういう微生物とかあるいは農薬とかによってどんどん日本ミツバチが生息できなくなっている。そうすると奥山がダメになるんですね。そうすると私たちがこういういろいろな作物あるいは
木々を育てることができない。そうすると奥山から食べ物がなくなるから、クマさんが町の中に降りてきてですね、餌を漁るわけですね。そうすると人間は都合悪いからバーンとやっつけると非常に、悪いサイクルに入ってるわけです。それからキュウリもこういうミツバチが生息できないような農薬を日本は非常に緩いんですね。そうするとこういうキュウリとか、トマトとかピーマンとかいろんなものが作物ができなくなるということで、ミツバチこれだけじゃないですよ、他の生物も共存しながら生きてるということなんですね。だから最近ライオンキングを見に行きましたけども、こういうサークルオブライフですね、命の輪があって我々は共存しながら動物の世界も植物の世界も細菌の世界も共存しながら私たちは生きてるんやということですね。そこで私たちは注目したのはこの腸内細菌ですね。私たちと直接的に一緒に暮らしているというのは腸内細菌だけじゃなくて、皮膚の菌とか、膣にはそういう菌もいますしですね、いろんな菌と共生しているわけですね。それのバランスを保つことによって私たちは生かされていると。それがこういう腸活とか菌活とかいうのは最近よく言われてますですね。こういうヨーグルトも4000億円の市場だと、まあ、皆さんも飲んでおられる方がおられるかもしれませんけども、こういうものですね。それから、最近腸内細菌が注目されて NHK スペシャルでこういう人体山中教授とかタモリとかが出てますけども、こういうもので腸が免疫の鍵だったという話もあるんですね。でこのヒポクラテスという医学の父、まあ、全ての病気は腸から始まると、健全なる体を心がけるものは完全なる排泄を心がけねばならないと、ということでもう2500年前に腸の重要性が分かっているわけですね。あ、これはもうよろしいですね。もう海外ではこういうふうにですね、もう10年以上前からアメリカ、ヨーロッパはこの腸内細菌ヒトマイクロバイオーム計画ということで、国家的プロジェクトとしてやっております。日本は、まあ、今のところ慶応とか順天堂大学がやっておりますけども、全然盛り上がらないですね。で私たちのこの人というのはもう脊椎動物の端の端ですよ。その35億年ぐらい前にはもう細菌菌がですねできておるわけです。でずっとこういう高腸動物とかいうて腸が先にできて、私たちの脳が発達して人間ができてるんですね。細菌が人を作ると、人の細胞数はだいたい37兆、遺伝子が2万2000個ぐらいですね。ところが体におる細菌数は数百兆、まあもう体全体では1000兆ぐらいおると言われてますね。この遺伝子が2000万個ぐらいあるので、これは無視できない数なんですね。だから私たちは人体は細菌の食糧庫である。皮膚、小腸、大腸、大腸に数百兆個、100兆とか言われてますけども、で膣ですね、あるいは皮膚にも1兆個あるんですね。これをゴシゴシとなんか殺菌の石鹸みたいなゴシゴシこするわけですね。みんなあるいは、こうシュッシュやるわけですね。名前は言いませんけども、シュッシュッとやって、菌は悪いもんやということで暮らしてるわけですね。で腸内フローラと便の3分の1ぐらいはから半分ぐらいは腸内細菌なんです。腸内細菌の死骸とかですね、そういうものなんですね。それからまあ、1000兆個ぐらい体に存在すると、で肝臓に匹敵するぐらい細菌が多いんですね。で遺伝子の数も人の1000倍ぐらい多いということです。で腸内細菌というのはこういう代謝、糖の代謝、脂質の代謝、食物繊維などの分解、あるいは、そういう代謝をやるんですね。あるいは重要なのは免疫力を司っている、ね、免疫細胞への指令、有害細菌を排除するということですね。それと重要なのもここで、腸と各臓器は連携をとって通信を行っている。腸が命令をしているんですよ。腸が命令をしている。それから脳腸相関とか腸腎連関とか、いろいろな臓器とも
に、腸から指令を送ってるんです。その指令がうまくいかないというような病気なんですね。あるいは短鎖脂肪酸とかエクオール、あるいは神経伝達物質、まあ、うつとか、あるいは精神、統合失調症とかですね、いろんなものにドーパミンとかセロトニンが関係していますけれども、こういう神経伝達物質、あるいはビタミン類とかですね、あるいは水素、こういうものを産生しているわけですね。この4つの働きを細菌ごとに得意分野があって、いろいろ働きがあるわけですね。それで宿主と腸内細菌は一緒になって生命体を形作っているということが大事なんです。ところが食の欧米化とか行き過ぎた除菌とか、あるいは抗生物質の乱用とか、そういうことによって腸内細菌がまあめちゃめちゃになってるわけですね。子どもの頃の元気なものが大人になるといろんな病気が出てくる。そうすることはいろんな原因があるんですけども、腸内細菌が大きな働きをしているということです。まあ、これはいいですか。そういう腸内のエコシステムが、ね、破綻すると、がん、あるいは精神神経疾患、あるいは潰瘍性大腸炎とかの消化器疾患、あるいはまあ腎臓、私昔腎臓やってたんですけども、腎臓疾患、あるいは動脈硬化の疾患、あるいは免疫に関する自己免疫疾患、リウマチとかですね、それからアトピーとかのアレルギー疾患、ここら辺は免疫のバランスが崩れたことによるものですけれども、そういうものを調節してくれるのは腸内細菌なんです。で今日はうちの研究員とかですね、あるいは生科医に入ってもらっている先生とか、まあ、理事の先生に症例発表していただこうと思っておりますので、ご期待していただきたいと思います。今日はまあ1日長いですけども、いろいろ知識を入れていっていただいて、腸内細菌の重要性をかみしめていただきたいなと思っております。ではよろしくお願いいたします。